4月2日金曜日夕方6時23分のホームポイントは、かすかな負傷は入ってますか、かすかというよりはややしっかりと、そよ風程度の負傷は背後から吹いてますね。海にはうねりは入ってますが、伸びて伸びてサイドブレイクですね。こういう時に波音だけが妙にでかい時ありますね。ホームポイントの右は今かすかなオフショアほぼ無風で、海には筋のようなうねりは見えますが、ショアブレイクですね。気温は20度ぐらいですね。風は今そよ風程度のオフショア、海はうねりの筋は見えますが、伸びて伸びてインサイドからショアブレイクですね。明日どうなんですかね。